アザミの写真に写っていた場所はこの観覧車の近くで間違いないはずだが、ん？あれは？危ない！隊長？里の掟41条、驚いても大声を出さない。 あなたは誰だ？アザミに何をする気だ？わしは望月流忍術棟梁望月やったんさいじゃ。と、棟梁？望月だって？じゃあ、もしかしてアザミ？わしは名乗ったぞ。お主こそ何者じゃ？失礼しました。私は神山清十郎と申します。おお、あんたが歌劇団の隊長さんか。アザミから全て報告を受けておるよ。アザミよ、今日は帰ってもよいぞ。わしはちと隊長さんと話がある。でも。心配するでない、大丈夫じゃ。取って食ったりはせん。それじゃあ隊長、棟梁をよろしくお願いします。いい子じゃろ、アザミは。ええ、とても。うん、さて、神山君と言ったかな。何かわしに聞きたいことがあるようじゃが。その、あなたとアザミはどんな関係なんですか？わしか？わしはアザミの育ての親じゃよ。それにしてはすごい身のこなしでした。そのお面もかなり変です。ただの育ての親とは正直思えません。ほっほっほっほ、それはほれ、これを見ればわかる。これは望月アザミ修行日誌。忍法八層飛び。毎日成長する草を飛び越える。だんだん飛ぶのが難しくなった。でも毎日頑張ったら屋根の上まで飛べるようになった。大成功。忍法多重手裏剣。手裏剣術は得意。百刀百中ですごく楽しい。ご褒美に棟梁から栗まんじゅうをもらった。棟梁は優しい。大好き。これは忍者の修行ですか？ずいぶん昔のものに見えますが。子供の頃からずっと毎日修行日誌をつけておるんじゃよ。なるほど。ということはあなたも忍者というわけですか？うん、どうやらわしの正体を明かす時が来たようじゃな。忍者、望月やったんさいとは仮の姿。その真の正体とは、これじゃ。真の正体は？なんじゃ、ノリが悪いの。少しふざけただけではないか。わしはな、忍者でも何でもない。望月村で農家を営むただのじじいよ。そうなんですか？アザミがこの大都会帝都でちゃんとやっていけるか心配でのう。修行日誌の確認という名目で時々会いに来てアザミの様子を見ておったのじゃ。それじゃあもしかしてアザミも？その通り。アザミも忍者などではない、普通の女の子じゃ。よくわかりません。
どうして忍者なんてことになってるんですか？そうじゃな。すべてを話すしかなさそうじゃの。アザミは、あいつは親に捨てられた子なのじゃ。え、捨てられた？村の外れに捨てられていたところをわしが見つけ育ててきたのじゃ。そうだったんですか。じゃが、アザミには本当のことを言えんでな。お前の両親は忍者の里の掟で長い任務に出かけておると。任務が終われば帰ってくるから、それまでにお前も立派な忍者になるんじゃよと嘘を言ってしまったんじゃ。それでアザミは忍者の修行を。ああ、そうでも言わねば生きることを諦めそうじゃったからの。強い目的を持たせるしか、そうするしかなかったんじゃ。おじいちゃん、お母さんはまだ帰ってこないの？ああ、まだ任務中とのことだ。我慢して修行しなさいと言っておったそうじゃよ。うん、わかった。アザミ、頑張る。頑張ってすごい忍者になる。そうすればきっとお母さんもお父さんもアザミを褒めてくれるよね。いない間よく頑張ったってギュッてしてくれるよね。おう、そうじゃ、その通りじゃ。その日を目指して修行あるのみじゃぞ、アザミ。うん、棟梁、よろしくお願いします。なるほど、アザミにそんな過去が。わしは嘘つきや。責めてくれても構わんよ。その嘘のおかげでアザミはいい子に成長した。あなたは立派だと思います。そう言ってもらえるといくらか心も楽になるな。わしの心も癒してゆくか。さすがは帝国歌劇団の隊長さんじゃ。いえ、それほどのことでは。しかしやはりわしは間違っておったかもしれん。どうしてですか？大正の世の中が蒸気革命で急速な発達を見せる中で、忍者というのはちょっと時代遅れだったかもしれんと思ってな。それはそうかもしれませんね。今からでも普通の道に戻してやるべきかもしれん。近頃はそんなことばかり考えるんじゃ。なあ、神山君、アザミを普通の女の子に戻してやってくれんかね。しかしアザミは忍者であることに誇るよ。まあ考えておいてくれるかの。おい先短いジジイからの切なる願いじゃ。神山さん、これからもアザミをよろしく頼みますぞ。はい、わかりました。隊長、棟梁は何か言ってた？何かって？アザミのおこごと、いっぱい掟を破ってるから。いや、言ってないよ。うまくやってるか心配してただけだ。それは大丈夫、ちゃんとやってる。アザミには棟梁に教えてもらった忍術があるんだから。ああ、アザミはすごいと思うよ。うん、アザミはまだまだ。棟梁はね、もっともっと本当にずっとすごい。大釜や大蛇を呼んだり、一瞬で姿を消したり。そうなんだ。大釜に大蛇、ね、あ、信じてないでしょ。いや、信じてるよ。本当に？ああ、本当さ。嘘、信じてない。アザミにはわかるよ。棟梁の話をするとみんな今の隊長みたいな目をするんだ。
忍者なんているわけないって、何バカなことを言ってるんだって。アザミ。でも忍者は絶対にいるんだ。何よりアザミが忍者なんだから。アザミ待ってくれ。どうした？隊長、アザミは用事がある。ちょっと買い物をしていきたい。突然だな。でも分かったよ、行ってくるといい。うん、それじゃあ気をつけて。ああ、で気をつけて。何ですか、コウマのスパイって。花組にスパイなんていません。ふん、怪しいものだ。いずれ全員の尻尾をつかんでやる。首を洗って待っていろ。だからもう話を聞いてください。ミスターアイ、神山さん助けてください。この人が。分かってる、大丈夫だから任せてくれ。ミスターアイ、これはどういうことですか？どうもこうもない。君を逮捕しに来たのだ、神山聖獣の。俺を？隊長も？見たまえ。これは？これが証拠だ。君はこの仮面の男と密かに接触していた。コウマの仲間だと疑われる男とだ。違う、その人はコウマとは関係ない。帝国歌劇団の隊長がコウマのスパイだったとはな。じっくりと尋問して全て吐かせてやる。待ちなさい、隊長を連れてくなんて絶対ダメです。ふん、逆らうというのか。ならばこいつがどうなってもいいのだ。アザミ。隊長、ごめんなさい。この科学万能の時代に忍者などと抜かす愚か者め、時代遅れだけあってスパイとしても三流以下だな。時代遅れじゃない。忍者かぶれの素人風情がまんまとコウマにたぶらかされおって、人を世界を裏切った報いはしっかり受けてもらう。うるさい、アザミを離しなさい。動けばこの二人の命はないぞ。そしてお前も逮捕する。分かった、ついていこう。サクラには手を出すな。神山さん。大丈夫だサクラ、ここは俺に任せてくれ。連れて行け。私のせいで隊長まで捕まってしまった。気にすることはないよ、これも計算のうちさ。計算？ああ、ほら来た。よし、仮面のコウマを捕まえに行くぞ。後ろの奴らを餌におびき出してやる。な、こうして捕まっていれば連中がヤッタンサイさんのところまで連れて行ってくれる。ヤッタンサイさんを面倒に巻き込んじゃったんだから助けてあげないと。そうだな。うん。行っちゃった。神山隊長が逮捕されたって一体何が起きてるんですか？私だって分かりません。ごちゃごちゃ考えるのは後だ。とにかく隊長を助けに行くぞ。無限だ、無限を出せ。魔衆警報、コウマだわ。そんな、こんな時に。
長はすごいね。アザミの失敗まで次の作戦にしてる。それなのにアザミはやっぱり忍者失格。どうしたんだ、いきなり。隊長と銀座を歩いている時、怪しい奴に見張られてることに気づいた。ミスターアイの手下か。それで気をつけてって言ってたんだな。うん。でも捕まえようと思ったのに逆に捕まっちゃった。やっぱりアザミは本物の忍者になれないのかも。棟梁みたいな忍術だって使えないし、落ちこぼれの偽物なんだ。忍術なんて誰も使えないよ。そんなものは夢物語だ。分かってる。みんなそう思ってるって分かってる。でもアザミは知ってるもの。棟梁はすごい忍術を使うんだって。アザミは棟梁みたいな本物の忍者になりたい。やったんさいさんも忍者じゃないんだけど、ちょっと言い出せないな。という状況よ。神山隊長が大変なのに、こんな時にコウマが現れるなんて。まったく間が悪すぎだぜ。他の過激団は出撃しないのかしら。現地政府の協力要請がない限り出撃できません。ウルフの決定でそうなりました。ルール変更は過激団対戦だけにしてほしいですね。幸いコウマの数はそう多くないわ。神山くんがいなくてもなんとかなるはず。帝国過激団花組出撃よ。了解。一つ聞いていい？ああ、もちろん。隊長はどうして隊長なの？それはまた随分難しいな。アザミはずっと思ってた。隊長はどうして隊長なんだろうって。隊長はボロボロだった帝劇を立て直した。上海歌劇団にも勝った。どうしてそんなことができるの？どうしてそんなに自信を持っていられるの？自信なんてないよ。そうなの？ああ、いつも迷ってばかりだよ。ただみんなにそんな姿は見せられないから必死にやってるだけさ。そうなんだ。アザミにとって隊長は本物の隊長。とってもすごい。なんだかくすぐったいな。みんなもきっと同じ。みんな隊長のことを隊長だって認めてる。そうか、ありがたいな。どうして本物の隊長になれたの？アザミはそれが知りたい。それは花組のみんなのおかげだよ。どうしてかは分からないけど、
みんなはこんな俺を心から信じてくれる。その思いに応えようと頑張ることで本物の隊長に近づけている気がするんだ。感動なんだかちょっと照れるな。見つけたか。よし、確保に行くぞ。はい。ヤッタンサイさんが見つかったのか。お前たちはここでおとなしく待っていろ。すぐに仲間のコウマを捕まえてきてやる。それから楽しい尋問の時間だ。覚悟しておけ。三色コウブ、あなたと出撃するのはこれで最後だね。私、無限って新しい機体をもらうんだ。最新鋭の量子戦闘機なんだよ。これからもいろいろな機体に乗っていくんだと思う。強い相手と戦っていくために。でも絶対にあなたのことは忘れないよ。私が初めて乗った機体であるあなた、ボロボロになりながら一緒に戦ってくれたあなたを、忘れない。ミスターアイたちは言ったか。よし、ヤッタンサイさんを助けに行くぞ。うん。でもどうやって。どうやってって、どうしよう。ここを脱出する方法か。とにかく車内を調べてみよう。きっと何か手があるはずだ。ダンサイさんだ。ってアザミ、お前なあ、どうした。アザミは忍者、縄抜けなんて簡単。先に行ってくれよ。やれやれ、ようやく自由になれたよ。ありがとう。問題ない。あとはこの扉を開ければいい。できるのか。当然。おい、あ、開いてる。すごいな、アザミは。一体どうやったんだ。天井の換気口から出た。あとは外から扉を開けるだけ。あんな小さな換気口から、まるで本物の忍術みたいだ。忍術じゃない、このぐらい簡単。そっか、何にせよ助かった。さすがアザミだよ。よし、それじゃあ早く行こう。ヤッタンサイさんを助けてあげないとな。待って。どうした。最後に一つだけ聞きたい。隊長、アザミは本物になれると思う？アザミは忍者、本当に忍者だけど、誰もアザミが忍者だなんて信じてない。本物の忍者がいるなんて信じてる人なんていない。誰から見てもアザミは偽物。どうしたら
アザミは棟梁みたいな本物になれると思う？本物の忍者か。本当はヤッタンサイさんも忍者じゃないんだろうな。もう本物だろ。少なくとも俺にとっては本物だよ、アザミは。本当に隊長はアザミが忍者だって信じてくれる？もちろん。隊長としてアザミをずっと見てきたんだ。俺は周りがどう思っていようとアザミが忍者だって信じているんだ。そっか、ありがとう。隊長が信じてくれるだけでもアザミは。銃声。棟梁、行くぞアザミ。2